北斗の拳のスピンオフ漫画ってこんなにあんのか。N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、北斗の拳40周年記念特設サイトです。ebook とのコラボで北斗の拳検定や北斗の拳大喜利コンテストなど、コンテンツが目白押しです。それでは烈さん解説お願いします。はい。週刊少年ジャンプに1983年から1988年まで原作武論尊、漫画原哲夫により連載された北斗の拳、これが今年40周年ということで、まあ様々なコンテンツを生み出しています。北斗の拳というのは核戦争により文明社会が失われて暴力が支配する世界となった世紀末っていうのももうね、だいぶ前の話な感じもしますけども、世紀末を舞台にお前はもう死んでいるでおなじみの北斗神拳のケンシロウが愛と悲しみを背負って救世主として成長していく的な話なんですけども、こう脇役のキャラクターとか、まあ、名台詞の数々などもあって今でも人気コンテンツなわけですね。でそんなケンシロウがスマホゲーム北斗市、神田カレーグランプリハードコアチョコ、まあまあ大変いろんなコラボと、まあ、働きまくりなケンシロウなわけですよ。で原画展とかもやったりとかですね、まだまだその2023年40周年はケンシロウを働かせそうなもんなんですけども、そんな中 ebooks さんがですね、 ebooks さんともコラボを行っていて40周年特集とやっているわけですね。コンテンツとしては北斗の拳検定とか、あとは漫画コンテンツとして関連作品の紹介なんかを行っています。まあ、通常でしたらやっぱこう北斗の拳を買ってもらうっていう方な方向になりそうなもんなんですけども、まあ、北斗の拳ファンはもう読んでるだろうというところで、このスピンオフ作品っていうのを提案しているのは非常に面白いですね。こういう、まあ、こんないっぱいあるんだっていう感じなんで、まあ、こういったものをちょっと北斗の拳ファンにちゃんと提案して読んでもらおうと。まあ、北斗の拳好きだった人はスピンオフまでも知らないことが多いですから、ちょっと買ってみようかなっていうふうに思えます。でこちらはですね、通常のいわゆる検定というか、まあ、マニアックなクイズとなっていますね。北斗の拳を知ってる人じゃない、相当読み込んでる人じゃないとよくわからないというようなクイズをこう答えていくとキャンペーン応募完了となるようなものです。でですね、特別企画、まあ、北斗の拳検定は出てるんですけども、今後大喜利コンテストとかカード着せ替えとかヤフーとのコラボみたいなものもあったりして、まあ、北斗の拳の大喜利なんてすでにこすられてますからね、新しくどう出すかみたいなところも含めて今後もコンテンツ盛りだくさんの40周年です。まあ、公式でも北斗の拳動画プロジェクトが今後公開されたり、原作の方、漫画原哲夫のコメントとか見れたりと、まあ、今後もコンテンツが増えていくので目が離せません。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。また、面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在、無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。